あの日から何度も夢を見る。拭えない恐怖、繰り返す焦燥、無限に続く後悔と懺悔の日々。未だ震えは止まず、立ち尽くし、やり過ごすうちに目が覚めて、答えなど出ないまま、今日も悪い夢の中にいる。夢を見ていたわ。穏やかな過去、満ち足りた日々、優しい記憶、思い出は過ぎ去ってなお鮮やかで、忘却を決して許さない。目が覚めずともわかる。これがどうしようもなく、ただの現実だということを。分かり合いたかった孤独、もらった勇気、喜び、たやすく立ちがたい憎しみと悲哀、押し寄せる現実に立ち向かうために、僕は一体何ができるのだろう。地獄を見た。最初にその地獄を見た。この国は進むべき未来も見えず、誰も信じられない闇の中にある。あんなにも孤独で無価値なのに、あんなにも黒くて不気味なのに、どんなものより怖かったのに。はいはい、いつまでも囚われて。それじゃまるで家畜じゃないか。痛い痛いの真っ暗で誰も分かんないの。弱いから泣くしかないのか。俺は何のためにあの地獄を生き延び見送られたのか。ごめんな。私はあそこに落ちるのだけは嫌だ。いけないのか。自分の気持ちではないか。それは偽物なのか。それで最後の灯火が汚れるわけではない。最後の灯火。最後の希望ね。怖がって人を切り捨てるのが仕方ないなんて俺には到底思えないよ。恐怖で人としての品性を失っちゃいけない。俺たちはみんな生まれた時から自由だ。それを拒む者がどれだけ強くても関係ない。あの時とは違うんだ。運命に殺されるように。僕はそこまで特別な人間ではありません。目を閉じるだけでいつもあの光景が浮かぶ。大切な友達、仲間、家族の笑顔、そして助けられると思ったんだ。あんなにあっさり、あんなに簡単に。白のキングがナイトに守られ、緩慢な修理への動き、しかし黒のループに愛が刺し、チェスボードに変化が生まれ始め、みんなが柊のことを嘘つきって言っても、ことを嫌いになっても、私は柊の味方だから。これから先、黒の味方になった。
ただ正しいだけのものだ。そんなものではいかない。お前が俺を否定するように、俺も死力を尽くしてお前という自分を打ち負かん。幸せだった。ありがとう。